はいどうも、ラットでございます。ということでですね、まあ何するかっていうのは、はい、まあある程度しか私も聞き及んではいないんですが、沖縄にはですね、まあ沖縄にはっていうかどこにでもいるのかな、わかんないんですけど、緑亀ですね、あの緑亀を捕まえようかとお話なんですけど、例えば自分ね、緑亀っていうとペットショップなんかで、ね、こうこれぐらいのね、ミシシッピ赤耳亀とかいるんですかね、なんかいろいろいるらしいんですよ。ちょっとググってみましょう。ちょっと待ってくださいよ。赤耳ガメですね。そういうなんかここ赤いやつですね。ちょっと外来種問題として野生でいるみたいです。もともとペット用ですね。野生に放たれて結構いるみたいな。緊急対策外来種に位置づけられましたっていうことですね。2015年に。それのプロジェクトも進んでるみたいですね。ということで自分たちもそのプロジェクトに乗っ取り、外来種対策に乗っ取り、この赤耳ガメを捕まえてやろうかと。できれば可愛いのを捕まえてましょう。大きいやつだと、うん、だいたい20センチから28センチ。こんなんですよね。これぐらいまで行くよ、みたいな。ということなので、ちょっと、どの辺に生息していて、今、沖縄の、どちらにいれば会えるのかとか、ちょっと調べたら出てくるのかな。調べてみたいと思います。どうやったら捕まえられるのか、どこにいるのか、探してみましょう。はい、どうも、ラットでございます。ということでですね、本日、今はですね、首里の龍潭池というところに、はい、来ております。何やら鳥がいっぱいいますね。いやなんか思いのほか野生っすね。虫も多いっすね。虫がすごい。虫が結構多いっすけど、それじゃ鳥触ってみようよ。いや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 、大丈夫大丈夫。こいつくちばし見て見て、あれほら喜んでる喜んでる、尻尾振ってる。いやいやいや、これ怖いっすわ。だって足見てください。足あのめっちゃ水かきついてらしい。いや、すいません、ちょっとこれはきついっすね。あの、すいません、パーンやられたらもう、あ、つば取ったパーンやられたらもう、大変やないですか。大丈夫、大丈夫、パーンやらんよ。触る、頭撫でるぐらい。頭が一番怖いでしょ。よしよし、しれ、犬と思え、猫と思え。ちょっと、僕は、これ怖い、これ怖い。こいつおとなしいよ、こいつ。いただ、美しいよ。ドンと構えてるやつの方が、怖い怖い怖い。ダメっすわ、やっぱ無理っす無理っす無理っす。すいません、無理でした。もともと行く気ないくせに行くすんじゃねえ。一回これで挑戦していいですか。じゃ棒ではかわいそうじゃない。手で行こうよ、手で。ちょっと動かんで、マジ怖いから。触った全然届いてということでですね、今回龍潭池にやってまいりまして、今からちょっとカメがいるかどうか見ようかなと思って。カメを取りに来たんですか。はい、緑ガメですね。緑ガメはいるかと。いるかと。鳥じゃなくて。鳥じゃなくて、ちょっと鳥はね、ちょっとレベルが高かったっていう。カメもレベル高いんですけど、ちょっと見ようかなと思ってますので。耳が赤いのかどうか。そう。緑ガメなのに耳が赤いのかどうか。耳が赤いのかどうかっていうところで。本当にどうか、耳を当ててみようということで。ちょっと見てみたいなと思います。ということで、はい。カメ見つけに行きましょうかい。さあ、いやなかなかね難しいもんですよね。撮っていますか。今ちょっとパーって池の周り見ながら歩いたら、うん、いるんすよ一応。いる。でかいのが。でかいのがいる。はい。ちょっとあのでかいのはちょっとレベルが高めなんですけど。うん、うわ見て、目撃情報。目撃情報ありますよ、噛みつきガメ。気をつけてくださいって、気をつけてくださいだけですか。噛みつきガメ、気をつけてください。噛まれてみよう。これもうミュージックビデオ撮れるんじゃない。ここでどんな遠く離れても脳が忘れはしないで、二人でいた鮮やかな日々と、はい、ということで、はい、あでもこの辺の冗談はさておき、今の冗談で済まさんでください。あ、来た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 、見える？あ、本当だ。餌買ったでしょ。あ、噛みつくやつじゃないですか。噛みつかん噛みつかん。おお、来た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 。ほらほらほら、見えるかな、これ見えますか。このラッチャンが、見てください、小エビを巻いてみたいと思います。小エビ買ってきたんで、ラッチャン、はい、いきますよ。いけ、せい。あ、でも食べそう食べそう。亀も来てる亀も来てる。おカメ食ってるよ。捕まえない今。なっちゃん、赤耳ガメいた。赤耳ガメ、赤耳ガメ。
はい、捕まえました。捕まえました、赤耳が。は、早っ。ついてすぐで。あ、重い、重い、重い。重い。破らないでくださいよ。あ、締め。うわぁ。お、おぉ、ええー。待って、力めっちゃ強いっすけど。捕まえたけど、あれに入れないとほら。あれ、絶対入らへんすよ。これ。さっき、ちょっと見してよ。これで、捕まえて入れてから、みんなでこれでしょ見てみようっていうやつ見てくださいこれっすよ今さっきのこれがっつり入ってたんすよなっちゃんちっちゃいの来てるはいはい来てます来てますね、はいはい、あれ行こうあれ行こうあれなら入るでしょもうちょっとああどっか行く大丈夫大丈夫匂いで匂いでおい来て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 可愛い可愛いもっとちっちゃいのいないのかなここにでかいのがいますね匂い匂い匂いこっちだよルールル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 ルしたらどうなるんですか来た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 ちゃんなんかもうすごいこの何これアヒルカモわかんないですこれこいつらはわかんないあーこっち来てこっちなんかこういうおじさんいるよねっていうこういうおじさんいるよねてかその前にカメはおおプライスなんで網を持ってるんですかあのカメ一回あげてみようみたいなそうでかすぎるあれあれあれに入れたかってんあれに入れたかってオカメだったらさ首里町さっきにいますよ首里町どこあのあ観光客観光客か観光客ではないんやけど分からへんねん首里町首里駐車近くってどこっすか分かんない今からちょっとねあの撮影のためですよ撮影のためにエビちゃんをちょっと捕まえようかな壁にエビが全然見えてないですよね今うわすごいすごいすごい入ってる入ってるおお入れてくださいはいこれが流胆エビですかこれが流胆エビですね流胆エビじゃないですかえちょっと種類まであのすごいっすブラックタイガーですお食べたら美味しいやつの稚魚育ててから稚エビ食べると天ぷらに揚げれば何でも食えるエビちゃんゲッツ次はリリースします投げてくださいおぉやばい金シャチがいる金シャチがあれ主っすね絶対光ってるもん小エビ効果あるんじゃないですかラッチャンカメ来てますけどでかいなあいつはおぉほんじゃんまい全部よこせみたいな感じびっくりしたまさかまさかこのカモ系にあのカツアゲされると思わんかった怖い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 逃げよう逃げようカモにカツアゲ合いましたカモにカツアゲに合いましたでもうそろそろですねちょっと小ガメゲッツ行っときたいですねエビが結構エビマニアには円錐物の場所ですねじゃあ一時期は生物学者を目指してて少しだけかじった男でございます落ちないでよ絶対落ちない危ないから危ないから落ちないでよ絶対ケイさん一瞬軽く押したから今押してますルー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 ルそんな片手でいけるような代物じゃないんじゃない多分そうっすねだっちゃん来てるよやばいやばい近づいては来てるけど逃げてくさっきじゃあ捕まえれたんは結構奇跡なんですね引き上げれたんはそうだあちっちゃいの来たどこっすかあそこ遠いけどあ近づいてきたら結構でかいパターンないっすそのパターンはあるよね見てこようあでかいわおおすごいすごいすごいいった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 うわー来たねー重いんすよ結構すっぽんじゃないよいしょあいや赤耳ガメっすよほらおーおー耳赤いおお今取れました耳が赤いのは取れましたか手で持たないんですね手でこう持たないんですねあいやね力がめっちゃ強いんですよこう持ってこう耳こう当てる二人で耳揃えるわけじゃないってことですねだってラットとの違いが見ないと赤さが分かんないんですよ絶対分かるでしょ絶対分かるやないですかそれあいつ綺麗なだいぶあいつ綺麗あいつ綺麗捕まえました捕まえましたこれ気をつけてよはいおおちょっとちょっと待ってマジ力強いですからねこいつら何この皮脂感もうちょいちっちゃいにいないのかないやカメ結構いるまさかの
まさかの亀結構いますよこの辺ほら。本当だ。こう手で行った方がいいじゃん。もう今行って顔の横に耳赤いっすわーっつって終わりじゃん。すごいすごいすごい。だからまず上げたら暴れるから。とりあえずこれで一回生態調査。ああ、これちょっとまだ上げずに上げずに。あ、すごいすごいすごい。いいねいいねいいね。これ気をつけてよ。噛みつかない。そういうことがないでください。近くにいるのに。こいつこいつ綺麗から。こいつ綺麗から。よいしょ。わあすごい。あ、綺麗綺麗。これが赤耳ガメ。赤いですね。両手でいかんと危ないよ。いった。あの綺麗なやつね。いきますよ。お。もうちょっと今完全にもうリクこっちの勝ちでしょ。だって今のカメの速さじゃなかったんじゃないですか。勝ちゲー、今の勝ちゲーだったでしょ。あのすいません、あの一発に引っかかれたのがちょっと恐怖心になってるかもしれないですねこれ。あ、ちっちゃいのいるさ、ほら。あれ絶対ちっちゃいでしょ。てか亀がすごい寄ってきてる。すごいな、ラット。あ、ラット、あれ絶対あれがちっちゃいって。こいつちっちゃいって。ほらほらほら、来てる来てる来てる。こいつ寄れ、寄せ寄せ。でも甲羅汚いな、こいつ。甲羅汚いな。甲羅綺麗な方がいいわけね。甲羅綺麗な方が良くないですか。でかくても。はい。でもさっきのやつしかいないじゃん。こいつしかいない。こいつ何回引き上げられてる。手で行く。すごいすごいすごい。嘘だろ。見してください。後ろ、裏側見してください。うわぁ、こら。すごい、サムネ蹴ってる。いてて、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 いてて。はい。エースか、これ。やりきりました。結構意を消した感じで。しかも最後もう捕まったからもう本当に嫌になったのか、もうあの辺まで逃げてますということで、亀の耳は赤いでした。これ全部もうあげましょうと。あ、そうだ、ね、じゃあみんな今日のギャラです。あの皆さんご協力ありがとうございました。本当に今日のギャラでございます。お前ね、お前一番頑張ってくれたから。はい、あんまり近くに来た亀そのまま連れて行かれるよ。気をつけてね。よっ。逆向き。いててててててて。はい、どうもラットでございます。ということでですね、今回竜胆池で亀と戯れてきました、うん、あのね、なかなかね、やっぱ野生ですね。野生、はい、力強さを感じました。もうちょっと近づければよかったかなと思ったんですけど、まあちょっと俺にはあれが限界でした。すいませんでした。あれ以上近づいたらもう頭パクってするぐらいしか残ってない。大丈夫ですか。結構もう顔の真横までいけてました。いけてました。大丈夫です。あの後もうパクってやるしかないぐらいまでいけてたよ。おますか、うん、じゃあよかった。大丈夫、自信持って、はい、で結構ちっちゃいのいなかったんで、もう大きいのやったんで、もうこの中に入れて観察はできんかったんですけど、うん、まあ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 、いつかまたちっちゃいのに出会えたらなと。そうだね、思います。また別のものをね、沖縄にもともといる、これ外来種さ、はい、外来種は終わりだ、はい、今後沖縄にいる、もともといるカメ見たくないですか。はい、結構レアっぽいですけどね。あ、そう、レアだから行くという。そう、レアな動物を探しに行くっていう企画は今後またあるのかな。うん、うん、あればラットも参加していければと。いや、あなたにカメラ渡すぐらいですよ。俺行かんでいいの。まあということでね、はい、今回のダールブログは、うん、カメとお友達になりますということで以上となります。また次回のダールブログもお楽しみに。ということで、ラットでした。バイバイ。